大だるみ峠は、東京都八王子市と神奈川県相模原市緑区の間にある峠。高尾山の南側に位置し、国道20号が通過している。1869年の大乗管布告により、甲州街道の小仏峠の山麓にあった小仏関所は廃止され、東京から山梨に達する道路は、車両が通れる道路規格であることが望まれたため、 1888年に、甲州街道であった、小仏峠を通るルートから、現在の大だるみ峠を越える道へ、路線変更された。1885年に、国道16号、1920年に、国道8号、1952年12月4日から、現在の国道20号に指定されている。また、1955年頃に、神奈川県側で、 全面的な経路変更が行われている。この峠はしばしば、大垂峠とも呼ばれるが正式名称は、大垂峠とされている。峠名の由来は、高尾山から、西の城山と城山から、南の大道山を結ぶ両線の台、垂に位置する峠のためという説がある。区域内の制限速度は、時速 30km ないし時速 40km で、ある。平日や夜間は、 大型のトラックやトレーラーの通行もあり、しばし流れが滞る。高速道路を通行できない超ロングのトレーラーも通行することがあるが、ヘアピンカーブの連続する区間やタイトコーナーでは、被検診車が対向車線ギリギリに接近して走行するケースも多い。大だるみ峠の東京側は、勾配がきつく時速3 0トルで走行できない車両が多い一方、 速度超過等で取り締まりに合う車両もある。中央自動車道が完成する以前は、街道沿いには商業施設が立ち並んでいたが徐々に衰退。1980年代までは2カ所存在した峠のドライブインはすべて閉鎖された。東京側には少数の飲食店とラブホテルが点在する。山梨方面行き道路の東京側にはトレーラーやトラックが一時停車して、 後続車を先行させるだけの余裕がある区間が2カ所あるが、その逆方向及び神奈川側には対比体となる区間が一切なく、峠自体は全区間が追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止及び展開禁止。神奈川県側の区間はさらに中停車禁止の規制がかけられている。カーブが連続する神奈川県側の区間は、 1980年代から1990年代まで、ローリング族と呼ばれる違法競争型暴走族による死亡事故が続出した。さらに漫画バリバリ伝説の影響もあり、状況は悪化する一方であった。それに対応する形で、神奈川県側の相模原市緑口ギラ1072、先対相模原市緑口ギリ179先の 3.3km が、 神奈川県警察により1987年に 125cc 以下の原動機付き自転車は終日通行禁止とされた。その後、オートバイブームの沈静化や反対車線を使用した運転を抑止するチャッターバーなどの施設が整備されたことにより、禁止日が土、休日と祝日に変更になった。2019年9月に、と、休日宿日の 125cc 以下。 原動機付き自転車通行禁止規制が試験的に解除され、2020年9月現在、標識柱などの撤去や津久井警察署の大樽見峠の交通規制についてのページは消され、閲覧できなくなっていることなどから等通行規制は解除されたものとみられている。ありがとうございます。